お前、ジビカ行ってこい、ちゃんと。もしもし。もしもし。さっさと連れてき。それいいわ。おい、どうだ。はい、皆さん、こんにちは。ピカです。デイズゴーン、やっていくよ。はーい、これか。バレバレだぞ。ドックに会う。60メートルか。じゃあ、こっち。どうだ、ここが。いや、ドック、その…ようこそ。ほら、こっち。座って。どれどれ。で、どこのクラブの所属だ。ああ、何のことだよ、ドック。バレバレだぞ。いいか。俺はロスでモーターサイクルクラブのバイカーたちの面倒を20年見てきたんだ。見ればわかる。それに、これはストーブの跡じゃない。よし、汚すなよ。そしたら自然に治る。あとは残るが。数日後にまた経過を見せに来てくれ。ああ、わかった。不思議だな。フリー会が来て初めて、何十年もいがみ合ってた連中が団結して戦った。ラテン系、白人もアジア系も関係なかった。人が団結するきっかけってのはわからないもんだ。ありがとう。ありがとうな。よっしゃ。これで上がれば安いもんだ。スキルポイントなど。俺だ、テイラだ。何？テイラ、久しぶりだな、おい。ターゲットを深追いして消されちまったのかと思ったぞ。ああ、やつらの縄張りまで来たぜ。なあ、助けてくれ。今、クレーターレイクの南のキャンプにいる。サウスリムドライブのそばだ。テイラ、よく聞け。何をやってるかわからないが。おい、なんせんの？テイラ、テイラ。にぎやかなやっちゃ。にぎやかっていうか、殺伐としているのか？ちょっと待つんだ。遠くねえか？まあ、よい、行こう。ウィテカー少尉、セントジョンだ。いるか？個人チャンネルに切り替える。待って。ドッキリ。リコいる？ああ。その要求書を見てたんだが、計算円ってのが必要なのか？そう、計算円、カラムクロマトグラフィーに使うのよ。ああ、カラム、なんだって？ごめんなさい、うまくいってる研究があってそれに必要なの。ああ、そうか、どこで手に入る？ごめん、要求書に書き忘れてた。南西にあるマザマビレッジの近くに雑貨店があるの。そこにあるはず。ああ、わかった。ありが、なんでもない。よろしく、ごちょう。了解だ。勝利。それじゃあ、さあ本気でやれ。計算円？そもそも計算円ってなんだよ。計算円だと？知らん。うめえのかそれ。おそらく、たら死にそうな感じですけどね。ちょっと待った、スキルポイントアップじゃ。これだ。反撃の心得。はいはい、ブーツナイフ以外の格闘武器の攻撃力が上がる。
ねえ、コンボアタックどうでもいい。わかんないけどね。めっちゃいいかもしんないけど。弱い敵に意志を当てるとスタン状態になる。うん。ブーツナイフのコンボアタックは通常の2倍のダメージ。まあ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 。そしたらこっちは？フォーカスショット。無。移動中でも遠距離武器の狙いを高い命中精度で定めることができる。ハイパーフォーカス？フォーカスカクテル使用時即座に回復する量が増幅し、効果の持続時間が長くなる。フォーカス時間長くなるっていうのないの？ノックアップ。遠距離武器使用時の反撃が劇的に少なくなる。ダッシュしながら遠距離武器をリロード。何？遠距離武器のリロード時にフォーカスゲージを消費しなくなる。わからん。ヘッドショットを決めると体力が回復するだと？決めれねえけどね。これあったらまあ大群ズバズバといけるっていう感じか。まあまあ遠距離武器ってスナイパーライフルだけじゃないんだよね。普通のピストルも遠距離武器なんだよね。そうだよね。近接武器はバットとか。じゃあこれあった方がいいんじゃねえのか。ということは反動が劇的に少なくなる。はい。そしたらこっちはサバイバル何あるほか。まあ遠距離武器上げていこうか。反動が劇的に少なくなる。これだな。でこれはまだロック中か。ならば移動中でもって、移動中俺なんかしてるかな。腰打ちっていうことかな。あんまこう大群に追いかけられたらまあこれが有効っぽいな。ダッシュしながら、リロード可能ね。よし、これでよかろう。ラッセル校長です。見ますか？
する。落ち着け。タイ、物資を補給しにチェモーに向かう途中でどでかいフリーカーの群れに遭遇しました。何？おい、もたもたするな。早く待て。今ガソリン入れてる最中だ。分かったな。交戦する準備はできていない。了解。すでに移動してます。では、さあ早く行くぞ。撤退だ。行くぞ、急げ。お前が急げ。あと200m ぐらい。いやー、このサブウェポンか、強力だね。結構いや、結局ハテナマークのやつ死んじゃったのかな。なんちゅう道だこれ。はいはい、いて。いやー、大軍と戦ってみたいよね。そして勝ってみたいよね。どうやったらそんな風にできるんだろう。キャンプの場所さえ吐けば生かしてやるっつってんだぞ。くたばれ。聞こえてないみたいだな。どうやら耳が悪いらしい。誰がてめえらなんかに喋るかよ。おいおいおいお前、ジビカ行ってこい、ちゃんと。もし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 、さっさと連れてきそれいいわ。おい、どうだ。こいつを耳に戻ってクレジットに変えるってのよ。なんてやつらだ。待ってろ、テイラー。すぐ行く。何すんの？あいつらぶっ殺せばいいのか。わかったよ。あいつはどう行く？待て待て待て。そこで止まるのか？そっち行くのか？なぜ？なぜでござる？いっぱいいる。固まってやがる。なんか見えた。あいつ回ってんな。くそ、誰か見えたぞ。あ、すいません、本当に。やばい。
なんかいるな。まあ、これはなんか今回調子いいぞ。絶対に何かいた。しっかり仕事してください。ちゃんとね、医師選んでる。どういうことだ。文句のつけようがねえじゃねえか、これじゃ。俺だってそこまで鬼じゃねえよ。これは文句のつけようがねえじゃねえか。あいつこっち向いてんのか。なら横から行くか。こっからで十分かな。敵が来た。うさ、ここ見っかんの。まあもうやるか。まあいいよ、今のは見っかっても文句言われねえよ。文句つけられないよ。まあ草むらじゃないし。まあ腰低くしてっから、あの岩陰か草の高さでね、まあ隠れれるかなって思ったんだが、どっかにいるか。燃えろこの野郎。大丈夫だ。ああ、こう真正面にできるな。ああ、二人いんのか。いや、あそこにもいる。あっち側ね、右側。届くかな。届いてちょー。届かんだか。くっそ届かんだか。見つけたぞ。待て。ここから行けんの？行けん。あっち側から行こう。なんだこれ。ここに3人固まってるな。あれはいけるだろう、さすがに。ガソリンもあるから、あ、いけんな。待って、
一人だけか。ここにいるか。めんどくせえ、やっちまえか。やべやべやべ、どうやって中に入るんだ。いやー、意志なるなちゃんと。俺今までこう普通にこうやっても意志にならなかったもん。だから俺文句言ってたもん。まあこれだったら普通だよな。いや、なんかやっぱバグがなんかだったのかな。普通に考えてもね、ありえない話だよねこれ。こうやって選んだら煙玉になるとかね。うん、実際なって俺発狂してたから。うまくいった。殺すな。何？捨てる。あ、ここか。さっさとやらねえと。わからん、見えん。ぶっ飛ばして。おい、え、死んだ？あ、生きてた。大丈夫か、テイラー。ああ、その正直言って今いつだな。ひでえな。いいか、よく聞け。これを耳に当てるんだ。よし、それじゃここで待ってる。クーリ隊に連絡して迎えを呼ぶから。いいな。ああ、分かった、そうするよ。喋るかよ。本当に、おい、しっかり耳鼻科行って耳掃除してこいお前。どんどん行こう。クーリ隊、こちらセントジョンだ。いるか？クーリだ。今、ウィテカー少尉と話していてな。伍長、あなたのおかげでどれだけ助かってるか伝えてたの。ああ、そいつはどうも。だが、今連絡したのは隊。サウスリムドライブのそばに野党のキャンプがあったんだ。野党？島の近くに？いや、そうじゃなくて、聞いてくれ。そいつらはもう片付けたんだが、テイラー二等兵が奴らに耳を切り落とされて。大丈夫なの？テイラーだと？なぜそこにいた？命に別状はない。テイラーが何をしてたのかわからないが、ドク、ヒメネス隊を呼んでくれないか。今からそっちに座標を送る。すぐドックに伝える。じゃあ。バカ野郎、急に立つな。ギャオーって叫ぶ女いねえよな。腰が引けてる。ダメダメダメ。Ha ha ha!
お前仲間を食うな。しょうがねえな、見っかってるか。おい来い。くせえんだよ。よし。なんか箱にクマらしきものがこっちに向かっているが、あれクマか？クマじゃなく、なんか敏捷性のある動物にも見えるが、何言ってんですか。よいってくんだんちゃーい。夜道は危険です。この狭いとこにいたら俺は理性が失われる。絶好調ではないよな。でも血は止まったみたいだ。あ、いや嘘だ、止まってない。頑張れよ。俺もそっちで一緒に待つか。いや一人で大丈夫だ。たくさん迷惑かけちまったし、もう平気だって。後で診療所に様子を見に行くよ。ああ、あそこのベッドは楽しみだ。外にいるよりずっとマシだな。だろうな。あまりドックを困らせるんじゃねえぞ。わかったな。じゃあまた。わかったか。ただ。なんかあっちの方向から来てるぞ。よし。ちょっと物資がなくなってきたんでね。ここもまた新しきところか。これは外か。おいおい、外ばっかじゃねえか。なんか想像しいな、想像しい。お静かに、ここにも何もねえな。箱になんかいっぱい固まってるんだけど、なんかあんの？どういうこと？遠くから見たらなんかすっげえ固まってるんだけどね。固まってるって三角かね。ほらね。でも取れるもの一個もないんだよね。これはどういうことだろうか。あ、これのことかな。これのことかな。そういうことか。わかったよ。納得いたしました。
何見つけてんの本当に。死んでよ。それ失礼千万でしょ。あこにも俺を見っけているような輩がいます。まっすぐこっちに来るから振り向いてコツン。頭がちぎれたと。頭がちぎれたとなればじゃ、これはこれでズームで見るしかねえ。これあどういう風にちぎれているの。待って、あのちょっと待って、あ君ですか、君名前は何て言うんですか。はいはい、そうですね、喋らなくて結構です。よし、お遊びはここまでにしとこう。まずこれで、バイクは 70% か、まあいい。モッティ、何か今スクラップらしきものが落ちていたようじゃ。これか、違うじゃねえか。なんだこれ、強化メイス。まあこっちの強いよな。うん、あまたそろそろ人質を助けたいところでござるが、よし、狼か、狼は嫌じゃ。おい、おい、おい、どうすんのこれ。あのもしもし、事故りました。どうするんだっけ。これなんか海に沈んだりなんだりしたらなんかしろって言ってたよな。なんだっけ、どうするんだっけ。いやどうするの、いやわかんねえよ。いやいやわかんねえよ。ワープできるのか。あできる。いやー、え今どこ、ここ、あここか。なんか、あまあ一応メインミッションなのか。やっべえし、まあ一応ここファストトラベルするしかねえよ。よし開けてくれ。そうだ、ちょっと待て、まあ 40% だからまあ自分のスクラップで直そう。先を急ごう。まず直せ。なんとかなりそうだ、これでよし。よし、ちょっとごめんね、ここになんかあるぞ。ありそうだ。あー持てるものがない、本当に申し訳ない。
カミじゃない。ここオオカミいっぱいいるんだよな。なんか違うか。あれか。やだあれ。逃げろ。やっべ。この近くにあるな。あれか。またすぐあって。何？くっ、やばい、長押し。わかるか。ムカつく。なんかタバコめとリロードだ。逃げよう、これ逃げよう。ちょ、乗って乗って。もういいから乗って。道どこ？頼みますから。俺死ぬから。なんだあのカラス。いや、初めての敵だから難しかったよ。すいません、夜間走行はやめてください。夜間のあの散歩は危ないから。誰か人いるけど無視だ。助けられるわけがないから。まああれだけがね、まだちょっと納得いかんのだけど。まあ医師もちゃんと選べてるし、今回はね。待てよ、どこまで来てんのよ。あっちか。敵対してるのマップ上にあっちで撃つ のかな。どこだあいつか。こっちじゃねえ。あいつかな。お前じゃない。待て。どういうことですか。死んでから当たったぞ今。待て待て待て。あれか。ここみたいだな。計算園とやらを探してみるか。わからん。よし、お前らどうやって入ったんだよ。あー、めんどくせえなこいつ。来るなら来いよ。よし。少しいじってみるか。よし、探索開始じゃ。すぐ近いな。匂いでわかる。嗅覚だ。すぐ近いぞ。どっかブルブルならないか。待っ
待て、なんだあれ、あ、罠か。いや、ダメだ、こっちじゃない、持っていこう。どうしてつ、なんかここら辺ブルブルなってきてる。巣があったぞ。え？どこに？カラスか。そうなのか。わからん。どう当てんの？これで当たる？なんかここら辺ブルブルしてる。どこだろう。うん、ちょっとごめんね、探すの、まあちょっと時間かかるのこれ。あれだ、これだ。座ってた。分かったぞ。足跡をたどってあっちか。うん、人の足跡だな。よし、こっち調べてみるか。これだ。さて、調べるか。そういうことか。こっちだ。待て、顎になんか周回してるぞ。これはじゃあ、ぴょん。外れてる？外れてねえか？マップ上バッテンになってるね。死んだかな？そう、一体何があったんだ。とりあえず見てみるか。これだ。何？犬のおもちゃ？ああ、ブーザーのか。ジョージだったっけ？待て。こいつかな？まあ、関係ねえか。罠がある。取っておけ。ねえ、設置どうすんの？これでいいの？いや、なんか心なしか部品とかパーツもね、なんかいっぱいや。今までスクラップとかすっげえ探しまくらんといかんような感じだったけど、何なんだろうか。分からん。
まあ、これはさすがにね、クソゲーとは言えねえよ。あの家か。なんか光ってるぞ。何光ってんのこれ。爆弾？感知器爆弾とかそんなんじゃねえよな。この上か。ここから登れるはずだ。登れるはず。板で塞がれてる。この入り口を探すか。うるさい。静かになさってください。あ、こっから入れるぞ。よーし。真ん中に二人。に入っていいのか。個人経営の店か。計算円ってやつはどこだ。いやー、なんかちょっと面白いんすけど。おい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 、お前ふざけんなよ。いきなり変わるのも俺切れちゃうっつーの。ここなもん知らねえよ。もっと最初から楽しませろや。計算円どこかにあるはずだが。ここは臭すぎる。動けこの野郎。よし。よし、なんとかなったぞ。やべやべ、仲間来る。止めろ。耳が痛えんだよ。そうだよバカ野郎。あ、これか。これだ。あったぞ、計算円だ。よし、ね、計算円どうやってここを出るかだ。さらに渡そう。俺のマシーンに戻るんだ。スクラップとかないか。医療キット助かる。よし、そしてガソリンを入れろ。よし、ガソリンだ。サラ、聞こえるか。その計算円を手に入れたぞ。セントジョン伍長、聞こえてる。いいぞ。ウィーバー少尉と話し中よ。おっと、伍長か。
次は俺の仕事を頼む。ああどうだろう。まあウィーバー伍長、戻ったら私のところに来なさい。じゃあまた。くそ、ウィーバーの野郎、一体何のつもりだ。何のつもりだよ。ドック、聞こえるか。こちらセントジョン伍長だ。ドック、いるか。セントジョン、腕の調子は。ああいいぞ。ドックからもらった軟膏みたいなやつ、あれがよく効いてる。ちゃんと店に来い。はい。ああそれより聞きたいことがあって連絡したんだ。ウィーバー少尉のことはよく知ってるか。ウィーバー少尉、他の士官と同じくらいってことだな。なぜ。いや、なんていうか、ウィーバー少尉とウィテカー少尉の仕事をやってるんだが、そのウィーバー少尉は…しまった。大丈夫、大丈夫。いや、なんていうか、ウィーバー少尉とウィテカー少尉の仕事をやってるんだが、そのウィーバー少尉がいつもウィテカー少尉にちょっかい出してるみたいで、ムカつくんだよ。ウィテカー少尉のことは心配するな。うるさーい。いいか、セントジョン、大佐も士官同士のふざけ合いくらいは許容してる。俺だったら、どうかな。ああ、わかった。ウィーバー少尉のことは気にするな。ずれてはいるが、悪いやつじゃない。それじゃ。どうだ、痛いか、スナイパー野郎。行ったのか、逃げてったのか。いや、来たぞ。すまない。これなら直せる。いいぞ。肉をもらうぜ。よし、いいぞ。で、あそこにスナイパー野郎のクソ野郎が落下してるでしょ。あれなんだ、スクラップか。ああ、医療キットか。またカラス。いや、やべ、目つけられた。巣あんのか。あれ巣か。どうすっかな。ああ、ヒヤでも撃てるようになるんであれば、まあ楽そうなんだが、近づくのもね、あれどっから攻撃していくかちょっとね、苦手な動きだな、あれ。待って、スナイパーライフル。あれ、数だね。うん。1、2、3、4、5、6、7。いっぱいいるわ。こりゃ死ぬわ。まあ放っておきましょう。よーし。あれ、死体がないんだけど、上に引っかかってんのかな。あれかよ、取れるかよこんなもん。俺のマシンはこっちか。待って、巣を殲滅せよって。
どこどこ？どこ？これ当たる？当たった？いて！回復して。まあ殲滅したあれは無視して逃げろ。でもまだあるぞ。ここらにまだあるが、まあ無視じゃ。まああれは個人的にもやっておかん。マップ見てたらぶっかっちゃった。ボウガン使えたら冷やとか撃てるようになるのかね。途中でボウガンからまあマシンガン系統に切り替えたから分かんないな。よしここで。いい加減にして。手柄取られんのが嫌か。出てって。どうしたんだ少尉。ただ話してただけだ校長。じゃあな。何があった。何でもない。ウィーバーは爆発で何でも解決できると思ってるの。バカみたい。バカだな。ほら。ありがとう。やめてくれよ。何なの。礼を言うのをやめろってんだ。言われるたびにくだらない要求書を渡されて使いっ走りにされる。くだらない。いや、そう思ってるわけ。そういう意味で言ったんじゃ。私がしてることはくだらない。違う。違わないでしょ。ねえ、そう思うならなんでまだここにいるの。なら教えてやる。俺はこの2年間フリーカーを殺してきた。この手で奴らの歯の間に挟まった肉が見えるくらいの距離でな。だから奴らを一気に始末する方法があるなら喜んで手伝う。でも俺が目障りなら命令すりゃいいだろう。少尉。待って、ディーコン。ごめんなさいね。その私にはただありがとう。その紙いらねえよ。いてくれて助かるわ。何の紙だよこれ。新しいミッション追加。はい、それでは今回はここまでにしときます。なんだ。ああ、いるぞ。俺だ。こちらウィーバーだ。渡した要求書に目を通したか。あ、最近魔女の任務ばっかやってるだろう。ちょっと傷つくぞ。ああ、いや、ああ、わかってる。これは食えんのか。ポリスチレンが必要なんだよな。ああ、そうだ。見つからないようなら97号線に乗り捨てられたトラックがある。これはもしや南給水塔の下だ。俺の肥料が必要なのではないか。そのトラックを見つけてポリスチレンを探す。それでいいだろう。ああ、頼んだぞ。じゃあな。俺の肥料が必要のようだ。その話引き受けた。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。